皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。新年一発目の動画はご報告動画です。あ、違う、部屋から撮るのは一発目が、そういうことだ。で、さっき私は実家から正月休みで帰ってきて、まあ格好ね、そのままなんですよ、前回の動画と。うん、そう、ため撮りだからね。で、じゃあ何を私は今回ご報告するかというと、今まで7年間絶縁状態だった父親と、先日和解をしました。まあ、改めてね、こうやって、じゃあこれから和解しようねって言って、ね、握手がしっていう感じではなくて、もうシチュエーションで言うと、私が、もうお正月休み実家でね、こうやってリビングで、ダラダラしてたんですよ。まあ、普段、実家に私がいた時も、お父さんはね、夜中に帰ってくるから、私が寝てる間に帰ってきて、で、私が朝起きる前に家を出るっていう感じで、もう、仮面親子みたいな、そういう状態だったの。なんか私がこうやってダラダラしてたら、うお前、帰ってたのか。もう、開けましておめでとう。なんかそんな感じになって、YouTube 頑張ってんのかって、なんかママからいろいろ聞いてるぞ。あ、もうこれは、このタイミングで私が自分からね、お父さんに向き合わないと、これから仲良くなるタイミング逃しちゃうんじゃないかと思って、改めてお父さんがね、こうやって座っているところの目の前に私が座って、いや、今ね、こういうことしてて、こうこうなんだよって、話したら、案外ね、すんなりとお父さんも笑って話してくれたんですよ。まあ、その状況に、芋吉も桃吉も驚いてて、まあ、今までね、私はお父さんに対して、まあ、性別の部分でもそうだけど、長男としての裏切りをしてしまったと思ってるんです。なら、私が性別を変える手術をした後に、まあ、一応ね、お父さんにも LINE で報告したの。手術しました。そしたらね、お父さんから、青木家から長男は消えた。それだけで私はやりとりを終えたんですよ。終えたっていうか、もう、そっからね、何もやりとりなくなっちゃって。な、お母さん世代で聞いたのが、家の周りをうろちょろしたら、殺すぞみたいな。なんかもう本当にね、もう緊迫状態だったんです。で、そういうのが、まあ、約5年、6年。で、最近緩和はしてきたんですけども、やっぱり、うん、おばあちゃんのその葬式もそうだし、私は出させてもらえなかったんですよね。家族にこんな姿を見せたくないみたいな。だからお前は絶対に来るんじゃねえっていう感じで突き放されてたんですけども、それがまさかの最後あっけない感じで、むしろ今まで通りの親子みたいに楽しく話せました。パパも動画この腹巻きだけど出ちゃおうかなとか、なんかそういう会話してたんですよ。めちゃめちゃ嬉しくて。で、実はね、先日ママ吉のチャンネルで生配信してて、そのママ吉のソファーの後ろにパパ吉ずっといたんですよ。もう、ママ生配信するの？ちょっと見ていい？みたいな感じでずっとニヤニヤしてて、あれって、パパこんなに笑う人だっけみたいな。で、そこで私が思ったのが、もっと親孝行していきたいなっていう、なんか責任が芽生えたんです。なら、この前先日動画で2019年は、まあ、家族団らん増やしていきたいって言ったのはそういうことなんですよ。そういうこともあって、お父さんとの関係は無事回復しました。いや、本当にね、視聴者さんにね、ずっと心配かけていたから、この日が来るのをね、ずっと私は待ち望んでたんですよ。早く報告したいなって、やっと言えました。本当にありがとうございます。で、お父さんがこうやって認めるようになった要因は、やっぱりその、YouTube の活動が大きかったみたいで、お父さん自身は、自分の息子はな、YouTuber の青木かのんですみたいな感じで、周りに一切言わないです。むしろ、お墓まで持って帰りたいぐらい、恥ずかしいって思ってたらしいんですよ、今まではね。たまたまお父さんこうやって仕事かわかんないけど、なんか、その接待とかで、知人の人が私のこと知ってたんですよ。でもお父さんの元息子だとは知らずに。お父さんは、ああ、なんか、俺が知らない間に、いろんなところで名前が売れてるんだな、みたいな感じで思ったみたいで、いやでもね、まだこれからだけど、でもそうやってちょこちょこ、青木かのんの名前を周りから聞くようになって、認めようかなっていう風になったみたいです。で、私がすごい覚えてるのが、この性別をね、女に変えたいってカミングアウトした日の夜は、もう馬乗り状態でね、顔面人面魚みたいな感じで、もうボコボコにされたんですよ。お前のことは、もう息子じゃない、家族ではない、出て行けっていう感じでね。で、私も家出して、で、まあ住み込みのバイトしながらこういう感じになっていったわけです。たまたまなんかお父さんが、なんて言ったっけな、言い放った時の言葉覚えてるのが、お前が売れたら認めてやるよみたいな感じでなんか言った
ったのを覚えてるんですよ。で、私はもう絶対そうなるしかないって思って、あの時の言葉が今のこの活動の原動力っていうかモチベーションになってるんで、なんだかんだ父親にはずっと感謝はしてます。今まで空いてしまったこの7年間のね空白を埋めれるように私も親孝行一生懸命していきますよ。なので、いつかね、このチャンネルにパパっていうかもうパパ吉が出たら皆さんちょっと迎え入れてください。よろしくお願いします。いつかはね登場してもらいたいんですけどね、なんか腹巻きで出てもいいよみたいなこと言ったからね、もしかして野球企画でパパ吉が登場するかも。そんな感じで今回は皆さんにご報告でした。引き続き2019年も青木カノンのこのチャンネルをよろしく。もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価、お願いします。そう、最近ね、なんかモニター、どこ見てんのみたいな、カメラ目線してやって言われるんですけどね、ここですよね。ね、モニターがあって、ピンボケがね、しないか常に確認しながら喋ってるから、ちょっとね、目線が上になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、ね、ちょっとずつ直せるように頑張ります。Twitter、Instagram、そして、サブチャンネル、青木カノンの秘密箱は、画面の下にありますので、ぜひ、そちらもチャンネル登録、お願いします。あ、喋りにくい。やばい。もし、あ、違う。また次の動画でお会いしましょう。いや、嬉しいですね。やっぱり家族って大事ですよ。改めて言うことでもないけども、私がね、ちょっとこの喜びの舞を音楽で奏でます。どういうことかっていうと、これ iPad のね、ガレージバンドで元々入ってるアプリで、なんか音楽が作れるんですよ。で、ちょっとね、面白いからやろうかなと思って。どうしよう、ちょっと画面録画した方がいいのこれ。ちょっと待ってね。じゃあ画面録画ないんだけど、いっか、やっていきますよ。なにこれ。あ、なんかこうやってね、ドラムを叩けんだ。うわ、うるさ。ちょっと変えよう。で、手拍子。つつつるつつつつつ。かよ。よし、これでオッケー。オッケー。で、これ私がギターを入れる。こうやって。ウィーン。いくよ。One, two, three, four. Wow! パパキチと再会、嬉しいや。若い。なあ、難しい。めっちゃ難しい。まあ、こんな感じで、青吉の喜びの舞っていうのをね、やらさせていただきました。何やってんだろうな、年明けから。
Thank you.